はい、松平鹿氏港の銅像ですね。はい、正面に見えました。ここはあの後ろにですね、松平東照宮があって、徒歩1分という感じですぐ分かります。周りがこう庭園風になっててですね、あの後年整備されたものもあるんですけど、まあ、何日よりですね、この鹿氏港のこの立像ですね、ちょっと異質なものとしか言いようがないですよね。あのお姿というか格好といいですね、まあ、この地にこんな人がいたのかっていう、ちょっと奇抜すぎる像ですよね、まあ、それぐらいあの異様というか、鹿氏港に対してということが表れてるんだと思うんですけど、なんと表現したらいいんでしょうね。戦国武将ですってなんか言いそびれてしまいましたけど、思いっきり戦国時代の人なんですが、まあ、刀はしてますけど上半身裸のような、まあ、ちょっと間違えると織田信長こうみたいな、ただお顔がね、まあ、立派に描かれてるっていう部分もあるんでしょうけど、この像自体もね結構2メートル、3メートル、結構大きい方だったんでしょうかね。しかも横から見てもどう見てもちょっとすごいですよね。履物と刀ぐらいですかね。髪型といい、どっかの美術館にいるような雰囲気になってきましたけど、一応松平鹿氏港ということで、少し色が昔より変わったような気がしますけど、どうでしょうか。とてもあの自主の僧侶とは思えないんですけど、そういう思うのは私だけでしょうかね。徳阿弥という名前が全然似合わないですよね。横文字松平太郎左衛門ということになってますね。ここはね、松平鹿氏と名乗ったということになってます。ここですね、あのこの上にですね宝月院さんがあるんですけど、そこに残されているものがあるそうですね。徳川家の祖先ということで、鹿氏が24の部分を下がっています。領内巡視道路、まあ、あのちょっとこの地にはですね、よそ者とは言ってもよそから来てですね、まあ、要するに松平氏9代の後に家康公が達成するんですけど、ちょっと奇抜な方ですよね、まあ、天下じゃないんですけど、この松平号を、まあ、統一するということに結びつく偉業を成し遂げたと。領内を巡視し、後のあの大名かお殿様みたいな感じですね。すごい偉業があるんですが、ここに、まあ、いわゆるこれ顕彰像ですから、平成5年ですね。そうそうです、昔なかったんですよね、こんな立派な像が。そう、平成3年ぐらいから回ってるんで、最初来た年は確かなくて、なんか作ってたのか、もともとここが何だったのかちょっとよく覚えてないんですけど、でここからあの上に登れるんですよね。これも前回登ってますんで、今日はちょっと登らないですけど、まあお城というか、工事はしてないと思いますけど、前なんか整備してて入れなかったところがあったんですけど、まあ、ここぐるっと回ってですね、まあ、まさに松平山じゃないんですけど、あのお城はね、ちょっとまた別なルートがあるんですけど、いいんじゃないかなと。とにかく、ちょっとこう何度見ても、すごい像だなという感じですね。はい、松平鹿氏港の像についてでした。